こんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です。はい、2020年6月23日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい、今週はですね、芸能、グルメ、スポーツ、海外とございます。うん、さあ、それではいつも通り平子さんに弾いていただきましょう。怖いな。じゃあ、これ、それ2番目。2番目、うん。下から2。芸能のゴシップ。ラジオネーム、ツタン。シーナ吉平。最近の楽しみは、上海ガニのカニ味噌を凍らせて、シャーベットにして食べること。知らないな、この食べ方。知らない。知らない。あるんだな、こんな。まあ、吉平さんがやるから、まあ、いいのかね。間違いないのかもしれないしね。俺、お前にやられたらブチ切れるからね。上海ガニシャーベット。うまみが台無しだよ上海ガニ食べてるだけでも腹立つのに。凍らすなよっつ。シーナ吉平さんだからね。まあ、シーナパワーですからね。これはね。アウトレイジのやっぱ、警察署の前でタバコ吸ってんの超かっこいい感じ。かっこいい。シーナ吉平さんはかっこいいよ。かっけ。かっこいいよ。マジでかっこいいよね。うん。俺見たことあるもん、一回。映画祭みたいのがあって、群馬の、うん。高崎映画祭ってこと。そこにいろんなね、新田さんとかいろんな俳優さん、うん、人気の俳優さんわーって言ってみんな、うんうん、キャーってすごいの。吉平さん出てきた時だけ、はぁーね。色気がするんだろうね。色気にやられちゃうの。吉平さん。何の仕事ですか、それ、群馬の。仕事じゃない。プライベートで、昔ね。あ、結構だいぶ前にね。行った時。芸人になる前ですか？いやいや、なってるけど別に仕事のも何もない時だから。映画祭見に行ったんですか？そう、映画祭を見に行った。なんで？相当昔だよ。あの、群馬の友達。アルピーじゃないな。セクシー？前。セクシーだね。セクシー？なんで？セクチョーコント。いや、友達がいて、うん、で、みんなで、なんかドライブがてら、そいつの実家行って、映画祭やってるから行こうつって行ったことある。すっげえ、俺一回もないっすよ、それ。かっこいいよ、なんで？いや、なんか映画好きだから。いや、そんな広がなくていいんだけどさ。いや、すごいっすよ、それ。さらっとさ、見たことあるよっていう話で。友達いるから、ちょっと車で行こうよ、つって、ブーンつって。地雷を踏んだらさようならとか、あの時代だ、確かね。それはそこの映画館で見たのかな。いい作品みたいなのありました？ちょっと、先物。ああ、その時見たやつで？はい。そんな覚えてる？でも映画祭だから。結構っすよ。いや、だから、地雷を踏んだらさようならを見て。なんで？いや、だから友達と群馬、その実家に行って、やってるから近くにあるから入れるってなって、行こうって言ったんだけど。なんだよ。え、俺ダメなん映画祭行ったら。いや、プライベートで映画祭行くって結構すごいっすよ、やっぱ。あ、そう？はい。めっちゃすごい。いや、普通にまあ友達とさらっと行った感じなんだけどね。はぁ、すげえな、群馬まで。群馬行って、はい、車でね。あ、やってるわ、つって行ってみろよ、つって。やってるわ、っていうか、なんかその、なんかチケット関連も、なんかその友達がなんか手配してくれたのかな。うん。なんかそれでまあ見ようってことで。でもほら、なんか、わけわからん映画しかやんないじゃないですか、ああいうのって。わけわからん映画ではなかったな。誰でこれみたいなやつ。たまになんか、いや、うん。CM で見たことあるわ、みたいな人、たまに。うんうんうん。その人が主演やってるわ、みたいなやつね。あるよね。で、女優さん脱ぐタイプのやつね。うん。腰の読むやつで見たことあるの、この人。あるんだけど。静かな映画ばっかりでしょ、しかもなんか。静かな映画、まあ静かなってそんなド派手なアクションとかではないけど。あんまり BG 使わないタイプの。まあほ、いい、なんか雰囲気を持った方がみたいなやつが多いからね。映画祭ぐらいだから。おもろいんすか？おもろいよ。お前、何？お互い何？なんで？お互いなって。熱が読み合えない。え、何作品ぐらい見るんですか？よくねえ、もう。いや、これ、すっげえ興味ありますよ、多分。いや、わかんないけど、いや、いっぱいある中で、多分その、チケットで入れ替え制とかなのかな？多分全部が見れるってわけじゃないと思うよ。多分2日間ぐらいに分けてやってたと思うしね。平子さん何本見たんですか？いや、俺でも1本ぐらいだと思うな、その時。でもなんかたまたまその、出演者がずらーって出てくる時で、はい、そのいろんな方々見れたっていうのを覚えてる。あ、でも椎名吉平さんも来てたってことですか？浅野忠信さんとか新田さんとか椎名吉平さんがいたのを覚えてる。うわーってなってんすか、じゃあ。うわーってなって、もう、女性とかそのファンの方が集まってるから、椎名吉平の時だけ、あーってなんだ。あーって。映画祭っすよ。お前
一本だけっすか映画祭に行ったら。ゲーする、ゲーする。いや、映画祭普通行ったら、朝から晩まで。っていう人もいるだろう。ゴール見たりとか、いるだろうよ。で、俺らは遊びの延長上で行ってるから、一本見てなんかたまたまそう舞台挨拶みたいになったから、それ見て多分帰ったと思うな。いや、すごい。冷やかしみたいな。冷やかし、まあ、冷やかしじゃないんだけど、一本見て、ね、そのね、有名人見れるってことでちょっと見て、うん、思い出にして帰ったよっていうのが。すげえな。美味しいなーって。もう映画嫌いになるわ。映画嫌いになるわ。映画が。映画そのものが。もうやめよ。すげえなー、うん。フラッと行ったことないですよ、多分。ほとんどの日本人。まあまあまあ、まあまあそんなね、まあ、高崎でやってるし、場所の問題もあるしね。そんな昔だったら、うん、映画祭ってそんなになんていうのなんかこう、うん、いやまあまあ、今の地位みたいにないじゃないですか。結構まあ、大体的にやってる。まあ沖縄とか、ね。まあまあね、いう国際映画祭とか、うんうん、今となってはですけど、うん、まあまあまあ、うん、セクチョコ時代の映画祭ってそこまで。うん、いや、ちゃんとした規模でやってたよ。ええー、うん。なんで？なんで？なんなん？ごめんな。言って。俺が言ったのが気に食わないんだろ。言ったの嘘だし。嘘かい。見たのも嘘だから。全部嘘だからさ。話広げようとして椎名聞くから。全部嘘。言ったっていう話。全部嘘。時期も嘘だし。群馬にも友達はいないし。ちょっとじゃあ、3つ行こうか。名古屋市ラジオネーム、モランボン、芸能のゴシップです。うん、松坂桃李、友達の家の麦茶、なんか苦手。わかるな。もう、お母さんのおにぎりっていうのはもう、先人たちに言い尽くされちゃったからね。麦茶、あ、いや、でもわかるな。なんかもう、入れ物もなんか色が変なになっちゃってさ、そこになんかカスみたいのついてさ、洗えねえから。で、その容器も自分家と色が違うって嫌なんだよね。わかるわ。で、なんか自分家で飲むのと違う、容器の味がするような、なんかさ、プラスチックの匂いが染みついてるような。うんうん、別に気になんないんだけどね、うん。本当家でも別にきっと一緒なんだけどさ、自分の家でも。また家、その戸棚から出してくるコップが白い。さ、曇りがなんか、じじいが加えた後みたいなイメージがあってさ、パッてなんか吹いてさ、指でさ。うん、やだな。マジんだよな。でも、向こうも来たら思うからね、思うしね。やだな。何この入れ物。気持ち悪って思われる。こんな殺伐としてるの日本の夏。アルコ&ピース、DC ガレージ。改めましてこんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。平子由紀です。はい、毎週火曜日のこの時間は我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。はい、お願いします。お願いいたします。さあ、日曜は父の日でした、うん、はい、平子さんじゃ何か用心を忘れましたか。僕はちょっと帰りが遅かったんで、お手紙が置いてありましたよ、息子と娘から。あら、うん、毎年ね、お手紙書いてくれてるんだけど、やっぱり父の日って何かしましたっけっていうか、飯って何かあったっけ。飯だから、いや、なんか決まったものがないんだよね、プレゼント。そうだよね、母の日カーネーションでとか、そういうアイコン的なものがないから、うん、だからみんなね、それぞれで工夫を凝らさなきゃいけない、うん、学校で書かされたな。あー、そういうのはあるね。うん、すげえ恥ずかしかったもので、それをお母さんに渡したもので、私に渡しといて、そうだね、あとはもう、そう、出かけにね、テーブルに置いといたりね。で、お父さん喜んでたって言って、そのままと言ってさ、うん、お母さんが大事にしてって言って、ずっと覚えてたもので、それ。親父死んだと遺品整理してどこにも見つかんなくて絶対やると思って探したの。そうだね、見つかんなかった。大事に一塊にしてあるとかさ、手紙関連はね。あいつ捨てたわ。もう泣く体勢入って準備できてんの、こっちは。あ、そうだね、そうだよね、いつ出てきてもっつって。インサイドヘッドがもういろいろ涙の準備できてんのに、ちょっとヤニ吸ってくるわっつってね、外行く準備はいつだってできてるわけじゃん。できてんのに、ボロボロの黄ばんだ手紙がね、なかったでさ。
こんなことあんだなって。どんな手紙だったんですか。ああ、まあ、まあ息子はさ、なんか絵を添えて、うん、俺がいつもなんか一緒に遊んでるみたいな絵を添えて、まあ、いつも遊んでくれてありがとうみたいな書いてあって、あら、まあ、娘のパパ大好きだよみたいな書いてあって、で3分の2ぐらいハートで尺埋めてたかさ増ししてた。でっけえハートで、けえハートをずるーって並べてあ、なかったのかな。かさ増しはするからね。ハートのかさ増し、ハートのかさ増しあるよ母ちゃんの昼のラーメンのもやしみたいなのあるよ。かさ増しさせて、ね、今日多いなと思ったら麺まで行き着かねえやつねそうですか、いいね。でもね、まあまあ嬉しいもんですから、僕はちゃんとね保存してやるんで、手紙はちゃんとの残してます、ね、全部。ほんのちょっとしたノートの切れっ端のやつとかも、あとあの嫁からの手紙なんかもよく書いてくれるから、それも全部日付書いてくれました。頼むよ本当に。一部は泣く準備多分きっとするからね遺品整理、平子さんの遺品整理だと俺はお前の親父と違って死なねえからなんて言い草だ今のは本当だ、今のなんて言い草なんだこのご時世。そうだよ芸人ラジオイコールそういうことじゃないよ。よくないよ今のは。よくない皆さん、僕も死にますそれ死は平等です何ちゅうオープニングだ削り合いだよでも今年のベストファザー賞、うん、藤木直人。ああね、そうでしたね。すごいね、藤木さん3児の父だって。なんかお父さんのイメージは今までなかったな。そうですよね、まだイケメン俳優バリバリの、そう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 、ちょっとなんか味出てきたみたいな雰囲気ありますけどね。そんな感じだった。意外と3児の父、餅つき、よもぎつみ、虫取り、鎌倉作りなど、四季に応じた経験を共有しながら子育てしているらしい。なんかおっしゃってました ね、 ね、うん、平子さんなかなか受賞できないですね、やっぱり。まあもうね、やっぱりね、知名度っていうのも大きい。知名度っていうかね、多分やっぱり四季に応じた経験を共有してないからですよ。四季に応じた経験の共有って何四季に応じたから、餅つき、よもぎつみ、うん、虫取り、鎌倉作りなど、うん、四季に応じた経験を共有するんですよ。これいいのよ、餅つきとかさ、子供喜ぶと思うんだけどさ、よもぎつみやってるな、まずなんでよもぎつみって。なんでよもぎつみはよもぎを摘むんですよ。で捨てんの。捨てないですよ。それでなんかちぎっては捨て、ちぎっては捨て、よもぎ餅とかつくんじゃないですか、やっぱ家で。あ、餅ついて、うん、でよもぎ摘んだのを入れて、うん、天ぷらにしたりとか。子供食うよもぎ天ぷらも。でそれをこう分からせる。あ、なんかあったじゃん、よもぎのさ、うん、餅みてえなさ、うんうん、あのさ、余計なも入れないでくれって思ったじゃん子供の時。真っ白がいいみたいな。そうそうそう、それを分からせるんですよ式で、うん、泣きながら式に応じてないからやっぱそういう言い方になっちゃうんですよ。応じないとダメですよ式には。どういうこと。でそれを共有するんですよどういうことなの。それが式に応じる。まさに共有ですよ、そのよもぎ餅。俺子供に言われないわよって、パパほんと式に応じてよ共有しようよって言わないですか。言わないよ。言った、親父に。式に応じてって、ああ式に応じて共有してよパパのバカって言った作文に書きましたよ俺式に応じて共有してほしいってしてくれてありがとうって書きました僕はいつもしてくれてたまあそのゲームだったりね、一辺倒になりがちなところをこう一緒にね、うん、経験をするっていうのは貴重ですからね、うん、今時はね。え、じゃあつくしは、つくし取ってこう天ぷらにしたりとかしねえんなもん。だから式に応じて共有しないと。式折々の記念日にはジョジョ行くからほんでいいだろジョジョ、うん、ジョジョ園ジョジョ、嘘嘘、言ってない言ってない、危なっすぐビビるじゃん。コンプライアンス、コンプライアンス。ジョジョ園そんなに言ってるんだ。言ってませんから、ね。言ってないから。スキーは、スキー。ああ、スキーは行ってないな、俺は連れてってもらってたからね、親に。俺もよく行ったわ。行ったね。スキー。山形とか、まあ、福島だから、蔵王とか行ったからね。いや、連れてってあげたいんだけどね。
ほら、式に、式なのよ、結局。まあ。式に応じないとダメですよ。まあまあ、プールとかね。結局それだけじゃないですか。で、式なんですよ。ずーっと夏が過ぎたら、としまえんをずーっと待ってるわけですよ。でも、雪遊びとかしてあげてるよ。違うんですよ。自分から行くんですよ。来るから雪を遊ぶんじゃなくて。何？親父だってそうだったでしょ？どういうこと？蔵王まで、雪を見せてあげようって行くわけじゃないですか。はいはいはい。平子さんだから、降った雪が、あ、来た来た、これが雪だよ、じゃないんですよ。全然違う。藤木はやってる。はっきり言うけど、これは。まあまあ、よもぎ積みもね、まあ、どっかにね、出かけないとできないことだし。家じゃできないし、絶対家の近くじゃ。虫取り。あれ、虫取りこの間、虫かご買ってあげたよ。虫かご買ってあげて。おうおう。そしたら何入れんのかなって言ったら、兄弟でさ、ダンゴムシ2匹入れてさ、キュウリの中に入れて買ってたからさ、ダンゴムシは逃がしてあげな、って。1日お泊まりしてもらって、次の日逃がそうって言って、わかった。一泊だけ。一心等に張り付いててさ、朝、動いてないって聞こえて。動くから大丈夫です。逃がしてあげな、って。あ、いいですよ。でもすごい、それはいいと思いますよ。あ、そう。うん。ダンゴムシ？潮干狩りとかは？ああ、まあ行きたいけどね。行きたいけど、行きたい。自分から行った方がいいですよ、本当に。ベストファザー賞欲しいですよね。俺、だから四季折々のディズニーを見せちゃうのよ。ああ。ハロウィンなりね、クリスマスなりね。まあまあ、それもあるけど。イースターすら見てるから、見せてるからね、俺は。ああ。うん。復活祭。復活の祭りだよ。うん、もっとほら、イースターかもな、一番強く見せんのは。いや、でもほら、藤木はもっとナチュラルな部分でしょ？まあ、ディズニーランドの雪は、だって作り物だったりするわけじゃないですか。あれは本当に降ってる雪です。はい、終わった。大逆転、まさかの逆転だ、本当です。嘘です。やめようよ、削り合いを、削り合い。なんか裏で喧嘩してんのかと思われるからね。なんもないですよ。私こんな引っ張り合わなきゃいけない。いやでも藤木直人さんすごいですね。ここに来てのって感じ、ちょっとありますよね。なんかそうだね。グーンってここのね、うん、なんかファーザーって感じを急にグッてね。うん。食い込んできた感じするね。やっぱ藤木直人再評価する時期に差し掛かってんのかもしれないっすよ。今藤木直人。うん。ああ。今だよ。そっか。また魅力上がるからね、一個ね。うん。パパっていう感じが。GTO の時の藤木直人さんなんか全盛期じゃないっすよ。実は今ですよ。そっか。あの時そうだそうだ。今ちゃんあの相棒、警官役でね。ギャルサーでもない今。最だな、そう考える。本当だわ。ずっと評価されてる人だわ。そうだね。ここへ来てもう一つパパとしての魅力を。素晴らしい。出し始めて。本当に。式に応じてるからなんだよな。だからよくわかんねえんだよ。本当に。よもぎ直人。はい、終わり。はい、終わった。また抜かれた。デッドレースだ。終わんねえんだよ、今の終わんねえよ。重ぎ直人じゃ。誰に怒られてる。もう一つ、理想のパパランキングの1位、うん、鶴野武さん。ああ。同じ事務所です、太田プロ。ね、そうね、先輩ですよね。うん、3年連続。ああ、なんかでももう、もっとずっとこんなん言われてるイメージがあるわ。そうですね。お子さんいっぱいいらっしゃるもんね。ね、5人のお子さんが。5人はすごいね。すごいね。鶴野さんもベストファーザー賞取ってるでしょ。取ってるよね。多分。取ってる、取ってる。絶対多分取ってる、取ってる。絶対取ってるよ。取ってる、ね。こんなパパのイメージある人なかなかないもんね。確かに。うん。ああ。チャギントン。チャギントンね。ね。ミスターチャギントンだからね、うん。セミも好きだからね、やっぱね。セミ好きなの？うん。セミめっちゃ好きですよ。セミ専門で？セミ専門でめっちゃ好き。セミだけ？セミだけ。ええー、そうなんだ。うん。ああ、おかしいですか？いや、おかしくない。おかしくないけど。うわ、え、セミだけ、だ虫が好きとか生き物好きの中でセミが入ってるんだったらわかる。セミ専門。うわ、やば。セミ線？セミ線。うーわ。何？どんどん先行くじゃん。なんでだよ。セミいいだろ。セミ。いや、セミでスレッド立たねえだろ。
セミスレッドで平子アンチする。油セミとかブチ切れてる。あ、知らなかったな。そうですよ、セミめっちゃ好きですから。ほら、やっぱ夏の虫ってことで、やっぱ四季をいかに共有できるかが、共有してんこれ。ベストファーザー賞はそこが審査ポイントなんですよ、やっぱ。あー、なるほどね、うん、確かにあるかもね、うん、そういう日本古来のね、うん、そういうものをいかに触れさせるか、体験型だよね、やっぱりね、いい父親って。いや、うん、マジで、うん、体験型だ。じゃあ秋何しますかってなりますよ、平子さん。秋何します。あー、だからハロウィンで C かランドか選ぶね。なんでそこ行っちゃうのよ。ナチュラルだって、だから。あ、あれ、どんぐり集めしてるわ。秋は。いいところ、いいところ。中野にさ、うん、セントラルパークみたいなのがあってさ、あんのよ、今、綺麗になって、中野。そう、うん、そうそう、大学とかいっぱいできて、うん。はいはいはい、はい。そこでね、うん、うちの娘が、どんぐり愛好者だから、うん、どんぐりをまあ集めんね。おー。松尾は？松棒も集める。おーおーおお、めっちゃいい。で、松棒好きだから、うん、松棒って。松棒いいポイントですよ。松棒も、うん、で、おっきい松棒って日本にあんまないんだけど、うん、昔ロス行った時に、すごい巨大なのあったんだけど、そういうの見せてあげたいなと思って。おお、応じてますよ。式に。共有できてる。松棒だ。ああ、そっか。あ、うん、こういうのでいいんだね。うん、めちゃくちゃいい。冬。冬は、だからまあ雪が降ったら、うん、まあ家の前で滑り台作ってあげたり、まあ、雪合戦したり、うんうん、雪って冷てんだな、でもこんなにはしゃぐと熱くなるんだね、みたいな、そういう体験かな。めっちゃいい。応じてる。あ、応じてる？いい。すんごいいいわ。ほんと。うん。すごい。よもぎは？よもぎだけかもしんないね。そこかもしんないです、平子さん。マジで足んないとこ。よもぎオンリー。よもぎつんつみ、もうつむだけでいいですよ、だから、うん、だから審査員の中でも、うん、グラフで、うん、よもぎの部分だけ俺レテン入ってなくて、じゃあいいらね、あとそこだけって。すごい。鶴野さんと藤木さん、パパだったらどっちですか。あ、まあどっちもなんか躍動的な親父と、うん、なんか静かに温かな親父の、うんうんうん、ちょっとそこで言うと両極端かもね、なんかね。いや、どっちもいいけどな。俺みたいなやつには鶴野さんみたいな人がいいのかな。あ、なんかちょっと口数少ないような子供だからね。よもぎ摘み行こうって言ったらちょっと、また今日も行くんだってなるかもしれないし。ごめん、もしかしたら、毎日は行ってねえと思うよ、多分。連日じゃねえと思うよ。連日じゃねえと思うよ。だ、その辺鶴野さんはやっぱその楽しくやってくる、なんかアクティブに海とか行って、ああ、ね、ああ、そうね。いや、よもぎも毎日じゃないと思うんだよ。1日2回です。え、ほっかむりみたいにして、昼夜で、うん、NHK のラジオ流して、トラックから軽トラから。夜は夜でよもぎも表情を変えるんだ。おっかねえな。死ぬ。もうよもぎないのに。帰ろうよ。絶対にあるはずなんだ。怖えな。真夜中の山奥に。怖いね。すごいな。でも、あの、後輩から親父って呼ばれるタイプってちょっとやっぱ憧れますよね。やっぱね。親父、まあ親父違いだけど。まあ親父って、うん、言うって呼ばれて我々まだ。なんて呼ばれてんの？後輩いっぱいいるけど。酒井さん。酒井さんでしょ？酒井さん。うん。それはたかたか知れてんだよね。うん。まあ、兄さんでしょ？言うて。兄さん、ね。そうだね。兄さん。これでも、関西の方の多分文化だもんね。そうだよね。東京の人はもう。あんまないな。なんか呼ばれたいのとかありますか、後輩に。まあ、ボスとか大将とか、まあ、あるじゃん。あれね。あ、殿も呼ばれてるよね。殿もあるし。そう。なんだろうな。プロフェッサー平子。プロフェッサー。今までではないタイプだね。プロフェッサーって呼ばれてないですか。もともとだから後輩の中でお笑いプロフェッサーって呼ばれてて、うん、で俺にもダイレクトでプロフェッサーだったんですか。で裏で呼ばれてて後輩たち裏で呼ばれたんですか。やばいじゃんもうそれ。超バカにされてる。なんで草薙とかにお笑いプロフェッサー来た来たってまた言われるの。お笑いプロフェッサー最
最悪だよ。そんなの。ああ、そうだな。うん。最悪だな。最悪だよ。お笑いプロフェッサーはダメだな。平子プロフェッサー最悪だよ、それ。プロフェッサー平子。プロフェッサー。なんだろうな。X とかかな、じゃあ。X。ああ。いや、待て!X。まあ、あいつじゃね?なんだよ。俺が?うん。やだやだやだ。あいつさ、って。で、本人の目の前だったら、お前。おいっていう。キングじゃん、キング。キングいいんじゃない?平子さん。キング?うん。ああ、キングだな。まあ、キングでもいいけどね。ね。うん。あ、キングはいいな。キングっぽい。うんうんうん。うん、キングっつって。うん。え、なんだそれ。ああ、平子さんいつもキングって呼ばれてまして。うん、ああ、いいね。いいじゃん。うん。めっちゃかっこいい。それから変なのでね。何変なのって。あの変なの、あの変なの、あの変なのとこの間飯行ったんですけど、変なのよ、おごってもらって、変なの金出したんですよ、変な金出して、さあということでアルコ&ピース DC ガレージ本日も最後までお付き合いください。アルコ&ピース DC ガレージ。よし行くぞ。集めて。よしよし俺も行こう。よいしょ。あやあやだ。集めて。アルコ&ピース DC ガレージ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。あの今ユニクロのマスクあるじゃないですか。うん、エアリズムのマスク、うん、あれちょっと欲しいなと思って。今すげえだって行列じゃん、あれ買うの。めちゃくちゃ並ぶじゃん。うん、絶対土曜行こうと思って。一日一番混む時じゃない。うん、行こうと思って朝目覚ましセットしてさ、寝てて、寝たらさ、目覚まし普通にカシャ切りしてさ、昼過ぎぐらいに起きてさ、終わったわと思って。いや、その重要な仕事みたいなあれじゃねえか、別にね。欲しかったけどさ、これ無理だわと思いながら、ワンチャン行ってみようと思って、ビックロ行ったのよ。まあ、ビックロはみたいな。したら、意外と並ばずに。うん。そう。え、そうなの?なんかサイズあるのよ、L と M と S って。M と S はなくて、うん、L だけあるっつって、もうビックロ入ってそのままなんか整理券みたいなの一応渡されて、はいはい、そのままの流れで、エアリズムマスクもらって、自分でレジして。あ、そう、うん、手に入れました。あ、ほんと。はい、意外だね。エアリズムマスク今ちょっとめっちゃ並んでたからさ。見たいですか？いや見たいって言って。見たい、いや、見たいでしょ。そんな、まあ見たいけど、まああんだけ並ぶもん。ああ、これ?うん。かっこいいしょ。ちょ、つける?え、おい、え?いや、俺つけんの?つけていいの?まあ俺はつけましたけど、今日これ。いや、やだよ。気持ち悪い。気持ち悪いよ。ほら、裏地がもう完全にエアリズム。ああ、エアリズムね。涼しい。え、涼しいんだ。なんかさ、めっちゃ涼しい。そういう涼しいとか、そういった特別な効果のものではない。っていうのは、うん、もう公式に発表してるじゃん。暑さ軽減ではないですよって。あ、でもね、通気性やっぱ違いますよ。あ、そうなんだ。息がしやすいし。だからそれに特化したものではないんだけど、うん、結局気持ちいいんだね。そう、気持ちいいのよ。つけ心地も超いいし。そう。何枚買ったの？あのね、一人一点だけなんだけど、袋の中に3枚入ってるの。ああ、なるほど、なるほど。うん。で、俺2枚あるから、これ、もし。で、お目つけたやつ、なんでだよ。え、でもこれ、洗濯できんすよ。違うよ。そうじゃなくて。洗濯もしてねえし、洗濯もしてねえし。だから家で洗濯してもらえば使えるし。使ってねえやつくれよ。じゃあ、どうぞって。うん。それそうだろ。え、マジでじゃあ使ってないやつ持ってきたら、つけます？俺、あと2枚あるから、いらないっちゃいらないんですよ。あ、洗濯できるしね。そう、洗濯できるし。いや、なんか、うん、あんだったら、欲しいけど、新しい方ね。新しい方。うん。じゃあどっちだにして。それ、そういう遊びいらねえのよ。普通に一発で、まっさらのやつをくれればいいし。うん、買っちゃいました、ちょっと。ああ、そう。そう。いや、気にはなってたよ、確かに。でしょ？こんだけ並ぶのってどんなんだろう。うん。うん。で、気持ちいいですって。気持ちいいし。テレビでインタビューしてたし。
なんかちょっとイメージですけど、やっぱ並ぶのかなとか思って、並ぶとかなるとちょっとやめようかなと思ったけど、スーッと入っちゃったから、結構時間、なんか、一日のスケジュールとして。予定してたものとね、そう。あるもんね。なんか、こう、今、最近買い物とかもしてねえなと思って、確かに。ちょっといっぱい買い物とかしちゃおっかなみたいな。わかるよ。一個ね、達成したらいろいろ買いたくなっちゃう。今まで俺そんなことなかったけど、心のガレージ開けたら、ほこりだらけの買い物のエンジンまだ使えたのよ。すげえ、ちょっとよくわかんねえ日々だったな。ほこりふーってやってもまだ使えるわ、つって。どうし、まずどうしようかな、つって。ポケットワイファイ解約しようかな。あ！そうだ。今だポケットワイファイ使ってたの。このリモート乗り切りましたよ、これ、ポケットワイファイで。世界で一人じゃねえ？もうね、その、おかげというか、もう、電池パンパンになって。いや、そうだろう。後ろの、カチャってはめ込むところが、もうはめ込めなくなっちゃって。だから家でも外でもずっとポケット Wi-Fi 使ってたんでしょ？つか、もう外ではほとんど使って、家でのポケット Wi-Fi。で、家で常設してる Wi-Fi はなかったんだよね。ないっす。そんなものはなかった。さすがにでも、電池パンパンだったら、怖いじゃん。あ、まずそっからやろうと思って。ビックロから一回家帰って。おう。で、ソフトバンクエアあるじゃないですか。はいはいはい。今、すげえやつ。あるあるある。ヒロさんち使ってます。ソフトバンクエアじゃない。ではないな。で、今、ソフトバンク予約制だから。ああ、そうだ。そう、入ってるんだね。一応予約して。うん。別の店舗の。うん。で、ポケットワイファイ持って、もう一回ビックロ行って。ワイモバイルのとこ行って。クソだな、過ごし方。したら、なんか、ポケット、ああ、これだいぶ古いっすね、とか言って、対応してくれて、このアクリル板みたいな入ってるさ、その、テントの、パンパンじゃないですか、とか言って、女性の方だったんですよ。パンパンじゃないですか、って言われて、もっこりしそうになって、なんでだよ。出たよ。ポケット Wi-Fi だろ。で、なんかさ、SIM カードみたいなやつとか取ったりして、データを調べる、個人情報を調べたりするんだけど、出てこないですね、って言って。あれ？とか言って。それ契約した時にね。解約できないのかなと思って、もう、開けたことないとこみたいな、専用のネジ、ドライバーみたいなとこ持ってきて、ポケット Wi-Fi のあらゆるポケットを開けて、なんか製品番号みたいなとか出して、ようやく、あ、ありました。昔のデータに残ってますみたいなって。で、解約できますっつって。でも、あんな、ずーっと使って、このリモートの、あの時期も乗り越えた。そうだね。ちょっと待ってくださいって言いそうになったけど。いや、意味ねえんだよ。そこの愛着。いや、ほんと。キングオブコント、俺らのあの、携帯のネタみたいな、愛着がやっぱあったから、そうね。ボロボロで、ちょっと悲しかったけど、バイバイしました。そこ晴らしたのはお前だしね。そう。お前が晴らしたから。そうそうそう。頑張ったな、つって。バイバイして。で、ソフトバンクショップ行って。もうスムーズに。スムーズに契約して。ソフトバンクエア。あ、じゃあ常設のやつ。もう速攻家帰って。ガシャーンつけて。あ、もうその場でもらえて。簡単なのね。あんな簡単なんだ。そうよ。コンセント挿すだけで。サク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 。今までどんなんでやってきた？全然違う！サクサクサクって今。マジで今聞かなくなったね。サクサク行くって。サク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 久々に聞いた。サクサクって。ネットの関連のサクサクって。久しく聞いてなかったな。俺びっくりしました。こんな違うんだと思って。そうよ、そりゃそうよ。絶対大事に使おうと思って。うん。ただまだ、うん。エンジンがまだ走り続けて、動き続けてね、俺の。買い物のエンジンが。ね、そういえば、この間、コロナの前に、フルコートのサッカーが誘われて、知り合いから、あ、俺スパイクねと思って、サッカーの。はいはいはい。スパイ
ックナイトさ、振ることできないなと思って。土用のとかね。昔、使ってたやつあったのよ、家に。うんうんうん、でもそれ捨てちゃったのよ。ああ、そう。プレデターっていう、ああ15年ぐらい俺使ってたの。ああベッカムが履いててさ、つま先のところちょっとイボイボになってて、カーブめちゃめちゃ曲がりますみたいなのを売りにして。そういうやつね。そう。うんうん。それ、捨てちゃったなと思って、うん、買いに行こうと思って。うん、原宿の、カモ。あの駅。カモね。うんうんうん。今すごくてさ、いろいろ本当にスパイクも種類超あるし。うん、で、俺、昔ね、うん、中3ぐらいの頃に、うん、98年のワールドカップでさ、うん、ブラジルのロナウドが履いてた、うんうん銀色の、うん、その時限定のスパイクみたいなめっちゃかっこよくて、母ちゃんに頼み込んで、うん、ちょ頼むマジで、うんうん、あのスパイク履いたら、うんうん、俺この家族楽にできるからみたいな、うん、ブラジルの少年の言い方でしょ。母ちゃんに、別にうちそんな貧乏じゃねえから、その設定つけるのやめろよみたいなこと言われて。そうだよ。公務員だし、うちに、みたいなこと言われて。なんとか頑張って買ってもらえたみたいな時期あって。だから、その時ぐらいからちょっと派手めなスパイクみたいのって、流行り出したのよ。はいはいはい。で、俺もそのプレデターの、要はその、ブラジルのロナウドのスパイクめちゃくちゃ良かったんだけど、西中原中学校に試合行った時に、盗まれたの。うわぁで、それは嫌だね。それで亡くなった時に、うんうん、ホトトギスの時の堀江いるじゃん。ああ、前組んでた、前組んでたの、ね、中学一緒でサッカー部一緒だったからさ。堀江いたね。そう。うん、そいつが、じゃあこれはあげますよとか言って、もらったのがプレデターの。ああ、なるほど。から俺ずーっと履いてんのよ。ああ、じゃあ歴史長いんだね。ボロボロになるまで履いてたの俺、うんうん。で、結構愛着あったから、家紋見に行ったのさ。うんうんうん一番最新のプレデターがあんのうわやっべえとかって言って、超かっこいいの、しかも。相当何代か更新してるはずだよね。十、うん、何代もっといってるかもしれない。うん、そうだよね。いや、プレデターにしようかな、とか思いながら、うんうん。でもなんか、いろんなカラフルなやついっぱい出てるんだけど。あるね。あえての白黒みたいなのあんのよ。ある、ある、うん。パラメヒコみたいなさ。うんうん、パラメヒコ。モレリオとかあんのよ。ああああ水野のモレリオなんか、うまいやつしか入っちゃダメなんだから。いや、そう、水野はわかる、かっこいいんだよ。ナイキとかさ、おしゃれ してさ、うんうん、そうね。うん、履くやついるけど、うんうん、水野履くやつはやっぱもう、とんでもなくうまくなきゃ。わ、うん、かるわ、感覚わかるわ。俺マジモレリオと、うん、その愛着のあった、プレデター、うんうん。めっちゃ迷って。うん、で、今の、その最新のプレデターはさ、はいはいはい、赤字に黒なんだけど、うん、黒のラインとか入ってて、イボイボもめっちゃついてるの。カーブが曲がりやすいように、黒のボツボツボンって入ってて、ルブタンのスパイクみたいな。クリスチャン・ルブタン。ルブタンの。トゲだからね。それが決めてて。触れてた俺ルブタンっぽいっつってルブタンっかっけえ財布みたいなやつもうね家帰ってもうスパイク長15年もっと20年ぶりぐらいに買ったスパイク、うん、眺めながら酒飲めたねほんとわかるけどねあわかるわかるわかるすんげえよかったいいからもうマニアよもうスパイクマニアルブタンマニアルブタンマニア限定の、たまに、ビトンがサッカーボール出すみたいな、ルブタンのスパイク。で、一足しか持ってないでしょ、結局は。一足しか持ってないです。マニアじゃねえよ、じゃあ。ルブタンにだっては一つも持ってねえよ。いっぱい買っちゃった、本当に。行ってきましょう。グリーンで、星影のエール。聞いていただいたのはグリーンで星影のエールでした。散財しすぎだな、ちょっと。ああ、いやでも、まあまあ、ずっと ね、お買い物できてない期間があったから、いくらぐらいするんですか？スパイクですか？1万ちょいぐらい。
セールだった、セール。セールだったんですよ。セールに買ったの？すんげえ高いプレデターもあんの。プレデターでもランクがあるからさ。セールって書いてある。1万いくら。もうちょいさ。まあいいんだけどさ。いや、今ほら、経済回さないとほら。いや、回してねえんだって、だから。今頑張んないとさ。で、ルブタン帰ってじゃん。ルブタンの靴あるだろ、全部トゲのやつ。あれ帰って。急に。時計だと、やっぱそれこそ。時計はいいや。だ俺やっぱ、ねえ、ボロボロになるまで使うわ。何でも。急に素で言ってきてんじゃん。時計はいいや。急に遊ばなくなったじゃん。いや、マジマジ。時計でもいいもんだよ、本当に。一個でいいんだから。一個ずっと使えばいいんだから大丈夫。これじゃダメなんですか？これ一個だから。ダメじゃない、全然ダメじゃないし。だから一個ちょっといいのを買って、うん、そういうのもサブで使えればいいし。うん、紹介させてお願い。何お店？お店とか。ああ、いくらぐらいなんですか？いくらぐらいの買えばその、納得するからな。一個目だから、うん、そういう高すぎる時計って買ったことないでしょ？うん、ないですね、一回もないですよ俺。まずだから100前後かな。バカ言ってんじゃないよ。バカ言ってんじゃねえって。無理無理無理。100万はちょっと。何本いける ?2 万5000円。マジで。これはマジです。経済回さないね。こんな回さないもんかね。経済。ちっちゃい歯車ですよ。だから趣味のものとかでさ、お金かけてもいいやってやつは。でも釣りしたいです。釣り、ああ、うん、釣り竿。釣りしたい。海釣りとかバス釣りしたいです。めっちゃ今動画見てたりしてて。ああ、バス釣り超楽しそう。いいじゃん、いいじゃん。買おうよ。バス釣りは確かにやりたいですね。ああうん。いくらぐらいするんだろうね。いいもので。いや、上州屋で、あの、ルアーとセットで5000円ぐらい買う、うん、ああ、そういうことじゃなくて。いや、買えるんですよ、マジで。いや、違う。ルアーついてるんですよ。あの、手持ちんとこが純金でできてるみたいなやつあるじゃん。わかんないけど。知らねえけどさ。あるじゃん、高いやつ。今しかも100機、ダイソーのルアーでも釣れるって今話題になってますからね。俺は境にそんな姿見たくねえな。どういう、ダイソーの、ダイソーのとかじゃない、そういうの、ね。あ、もうだから、バス釣りってのは違うのかな。うん、やっぱり海釣りだな。いや、海釣り、うん、餌なんだろう、だカジキが似合うな、やっぱり。あんまいねえんだよ、カジキ。あの腰にさ、つけてさ、レザーのなんか、うん。持ってかれないようにするやつ。そう。ベルトすんげえして。そう。で、もう前後にぐにゃんぐにゃん曲がって、カジキ疲れさして。頼む、カジキ疲れさせてくんねえかな。カジキ食ったくみたいでさ。腹立つと思うよ。真っ黒になって帰ってきて、いつも。よー写真見せて。でかいね。いいねポーズがしたら腹立つと思うよ。カジキの横でこんなんやってたら。サムズアップして。すんげえ腹立つと思うよ。いやでもやっぱやるんだったらかな。だからいつも半端でやるからやめちゃうじゃん。半端なものを揃えて飽きて、埃かぶるぐらいだったら、もう後戻りできないものをちゃんと揃えて始めた方がいいと思うんだよね。いや、カジキはちょっとでも、何個か経営しないと無理じゃないですか。一発目カジキ釣りする人って多分あんまいないんじゃない？だカジキ用のルアーを、まず買って。いや、あの、でっけえイカの。そう。イカのやつでしょ。すんげえでっけえやつ。ヒラヒラになってるやつ、うんうん。で、それだけ買ってどうすんのよ。いや、まずそれだけ買って。あれを部屋に壁にかけて、うん、眺めて、酒飲んで。なんでだよ。それで。後輩にあいつって呼ばれて。霞ヶ浦でバス釣ろうとしても釣れないよ、あんなでっかいのは。仲間だと思うよ、バスも。あれだから、腰のさ、ベルトループにつけてさ。あゆのやつじゃん、あゆの。尻尾のやつじゃん。あゆの。でも流行でそういうとこからよ。何あいつって言われるよ。まず最初は何あいつって言われる時期を経てだよ。流行発信者って。最初は変だなって思うぐらいじゃないと、やっぱり、うんうん。ルアーも最近おしゃれになってきたしさ。まあまあ、いろんなやつありますよね。うん、ルアー職人は木彫りの。それはもう、アスワがやればいいじゃん。そんな俺知らないけど。やってねえだろ、そこまで。やってほしいな。やるならやってほしいな。カジキか。カジキね、うん。あ、ルアー。あ、なんかいろんなルアーがあるよ。あ、すげえ。なんか半透明の。うん。ひらひらのやつね。ローターみたいなルアーだね、ほんとね。
なんかおしゃれだね、今半透明でおしゃれだよ、かっこいいよ、それ腰につけてはいいんだよ、マジで。え、一緒にやってくれます？じゃあ何を？そのルアーを腰につける。一緒にはやりたい？いや、その流行ってかやっぱ、ね、ある程度の仲間でやらないと。俺ちょっと遅れてやるよ。じゃあ俺じゃあ先にやったら本当やってくれます？うん、で財布とかにつけてもいいさ、ルアーを。あんなてっけえ財布でさ、邪魔になるだけでしょ。首にもかけていい。あのゴローズのあのワシのやつのとこに横にそのルアーも垂らして、うん、ヒロさんもじゃあ、 あのアウディの車の鍵にでっかいのつけてよ。ソフトルアーじゃない方、ハードの方でバッほら、ミラーのところにも垂れ下げてあるじゃん、なんか。お守りみたいなのつけてるやついいんじゃん。ハワイのなんかみたいなやつ。ドリームキャッチャーみたいな、ね。ドリームキャッチャーみたいなやつ。あ、ルアーいいっすよ。ほら。これ、あれだね。冗談でもはいとは言えなくなるね。悪いことしたな。自分でできないこと押し付けてたな。まあまあまあね、うん、趣味はね広げた方がいいからね。ラジオ、ちょっとメール来てます。ラジオネームゴッドハンド。先週の平子さんの腰痛に対する酒井さんの治療、うん、感動しました。え、私は柔道整復師、鍼灸マッサージ師の資格を持ち、うん、現在は整骨院の院長として働いています。うわ、すごい。これはガチです。腰痛の原因は体格の足にあるとおっしゃっていましたが、うん、臨床の現場ではもちろん全てではありませんが、本当によくあることです。むしろ実際に痛みが出ている患部以外が原因の方が圧倒的に多いです。ほら、酒井さんがやった治療は業界の人間なら誰もが知っている本であるアナトミートレインという、聞いたことがあるかもしれませんが、筋膜治療と言ってもいいです。知らねえよそういう用語は。そっちも知らねえね。また酒井さんが患者さんに言っている、かばっている、自然治癒力、自然治癒能力のお手伝いをしているだけという言葉も、うん、ガチで私も患者さんに伝えていることです。私はこの資格を、技術を取得するために何年も勉強したというのに。そうなの？酒井さん、あなたは神です。いや、この人、ほら。いや、この人、整骨院の院長として働いててさ、うん、ラジオネームゴッドハンドってやばくね？自分で。人から言われるもんだから、ゴッドハンドって。ラジオネームにつけるの出すやな。ゴッドハンド。ほら、ね、でも。言ったじゃんか。そのこと、いや、まだ、長時間座ってるとちょっと鈍痛があるんだけど、うん、ズキンっていうのはなくなったな。ああ。それさえなくなれば、もう、あとはもう治してくれるから、体が。勝手に。これだからさ、マッサージしていただいた後にさ、うん、まあ、マッサージこそしないんだけど、風呂上がりに股関節をなんか開くようにしてん、なんか、うんうんうん、なんかいろんなとこに理由があるのかなと思って、うん、なんかね、調子はいいんだよ、それから。ほら。あんま意味ないの、股関節をこの、開いてマッサージするっていうのは。いや、いいこと。よく、いろんな可動域を広げるっていうことだから、結局。かばってるだけだから、本来動いてる部分まで、うん、あ、ここまで動いたらまた腰痛くなっちゃう、かばっちゃおうってなってるから、うんうん、変なところに痛みが来たりするの。あ、可動域を広げる。広げるというか、今まで通りに可動域を保つっていうこと。うん、ああ、そう。狭めないっていうこと。狭めてるの、平子さんがただ。ああ。それを広げるだけ。普通に。うんうんうん。うんうん、じゃあいいことではあるんだね。いいこと。あ、よかったよかった。治って。あ、そう。うん。言うことがあんま分かんなかったけど。本とかも読んだことないし。あ、こういうなんか、データ派じゃないのかな、うん、感覚でやってるから、俺。あ、そっちの人だ。うん。だって、クロスしてんのなんか当たり前じゃん。逆側んとこの腰動かすなんて当たり前のことじゃん。なんか最近のサポーターなんかもさ、必ずなんかクロスするさ、うん、筋を入れてくるんだよね。うん。そんなの勉強しなくたって、普通に人間歩いてれば、あ、こっちを動かすってことは逆側の腰を力入れてるんだって分かんのが当たり前じゃん、普通じゃん。筋肉と筋の連動、筋肉と筋の連動をやってんのよ、ずっと。人は、あ、人はね、うん、特別だと思ったことはないよ。ないんだ。いや、教科書で学ばれたわけではない。ないあ、なるほどね。まあ、ちょっともう一枚来てるんでいいですか、うん、ラジオネームソーダ水。マッサージガチ勢です。マッサージは国家資格で、
3年間専門学校で学んでから資格試験を受けなければいけません。勉強はかなり大変です。揉みほぐしとか整体は無資格でもできますが、体の仕組みについて勉強しないと患者さんは安心して身を任せられないと思います、しかし平子さんの治療に関して有資格者の私から見ても的確だった印象です、よければちゃんと資格を取りませんか。いい学校を知ってますよっていう。いらねえ、いらねえ、そんなの。え、資格はでもちゃんと取って、ねえ。いらない、いらない。なんでそんなことしなきゃいけないの。だって、ずっと今まで生きてきて、体の連動って、なんで意識しないでお前やってたのって、俺こいつに言いたいね。ずっと。あ、教わらなくても、この体を自然に動かしてた。手を上げる。なんで上がるんだろうって、不思議に思わない方が、イカれてるよ。はっきり言うけど。それで今更さ、大人になってさ、改めて勉強しようっていうか、おかしいよ。俺、特別かな、そんな。いや、まあでも、やっぱりその教科書からね、この学んだりとか、で、初めてその動きの仕組みが分かるっていうのはね、皆さんそうだと思うんですけど。そうかな。で、難しいことだと思いますよ。そうかな。さっきから動かすこと連動っておっしゃるんですけど、例えば手を上げるってことって連動ではないですよ。手を上げるですよね。連動です。手を上げるということは、つまり脳との連動です、これは。ああ、上げる。脳みそとの連動。上げるぞっていう指令が出て。上げるぞっていうとか 0.7 秒、俺の感覚で 0.7、その、お前らが勉強してる、そのバカみたいな、その紙切れだ、何秒って書いてあるか分かるけど、俺の感覚だと 0.7 秒で上がる。だそれも連動なんですよ。わかんねえの？え、なに？ボケ？何？いや、ボケじゃないと思うんですよ。なんか振ってる？いや、振ってないっすね。違う、こういうことじゃないの？振ってないっすね。なぜ手を上げるみたいなこと。大喜利みたいなこと。いやいやいや、違う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 。そんなやめてくれよ、もう。ふざけんなよ。いや、こういう口の悪い先生ってめちゃくちゃ腕いいんだよ。アルバムピース DC ガレージ。さあ、ということで、アルコミピース DC ガレージあっという間ですが、お別れの時間です。はい。その国家資格とか、お店持ってる人は、そっちはそっちで頑張ってもらえたよね。俺は俺でやるから。ああ。お前らはお前らで頑張れって。なるほど。ちゃんとしたね、店舗構えてね。こっちはやっぱ点々とやっぱやっていかなきゃいけないから。絶対、繁華街の奥の汚い雑居ビルの一室じゃん。だから、昔老夫婦が来て、また二人で腰折れ曲がった老夫婦が来て、二人でまた、野原を駆け抜けたいって言うから、一戦まで直してやったことあるな。どんな老夫婦だ。野原を駆け抜けたいって、そんな俺がやるかい。喜んで帰ってったけど。そうね、本当に。プロにはもう任せてもらって、プロでね、こっちはこっちでやることあるからっていう話。ああ、いや、まあ、闇の仕事とは言わないけどね。まあまあまあ、そこまで言わないけれども、こっちはこっちで直したい人がいるし、神田さんもいるから、やっぱり。最近、徐々にそういうの多くなってきた。よくない。さあ、TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーブになります。はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子由紀でした。また来週お会いしましょう。今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、私酒井はカジキと戦うタフな男だが、平子はワカサギでも体を持ってかれてしまう軟弱者だ。なんでだよ、なんでだ、そんなこと。なんでそんなこと言うんだよ。ヘラブナの竿で釣る。なんでそんなこと言うんだよ。飛び込んで森で突く男。なんでそんなこと言うんだよ。なんでそんなこと言うんだよ。軟弱者。ワカサギ釣りの。で、体が持ってかれてしまう。で、海に飛び込んでしまう軟弱者。なんでそんなこと言うんだよ。